大阪城は小野川に突き出した絶城台地の南側に位置した場所に築かれた平城です。城跡の北側には鎌倉街道が東西に走っています。大阪城の城主は織田家風紀に御上備中守の名が記されていることから御上氏の一族と考えられています。御上氏は多くの系図の中で織田氏から分かれたと記されています。16世紀初めに家督争いを克服した織田氏は領土を拡大し、やがて江戸崎城を本拠とする土岐氏と対立します。新編日立国史には天文17年に小野川の対岸の泉城から攻撃を受け、小坂女将勢が泉城主の東条重貞を撃って撃退したとされています。大阪城跡は平成23年に牛久市の整備事業で公園化され、現在は大きな空堀、土塁と良好な状態で遺構を見学することができます。大阪城には4つの廓が存在します。南西端の1の廓が城の中心部で、その北側、東側を守るために2の廓が配置されています。2の廓のさらに北側には3、4の廓が設けられ、城の北辺を固めています。大阪城を歩いてみました。階段を数分登れば廓と空堀群が姿を現します。三の廓には江戸時代に愛宕神社があったため、小口など一部改変された可能性があります。四の廓からは他の廓では出なかった天目茶碗編、石臼編が出土しており、他の廓と違い文化的な空間だったのではと考えられています。2の廓は1の廓の東面、北面を L 字で囲んでいて、1の廓へ向かうルートを防御していたと考えられています。1の廓へ向かうルートは堀底を通ったのか、木橋がかかっていたのか不明となっています。この城の構造的な特徴としては、各廓を守る土塁と空堀が複雑な折れを持つことが挙げられます。これは廓外部に対して横矢をかけるとともに、堀底に侵入した敵の移動を妨げ視界を遮るためとも考えられます。一の廓は城の中心部であったと考えられていて、北、東、西の一部に土塁が築かれています。南側は道路建設により消滅しましたが、今も明瞭な廓の姿を残しています。かつては藪に覆われていましたが、現在は見学しやすくなった大阪城、市民に愛されながら今も静かに生き続けています。